亀有生まれ、亀有育ちの私なんですけど、今日はね、娘が来てるんで紹介します。娘2人じゃあその前に乾杯しましょうね、みんなね。はい、グラスを持って、はい、乾杯。さあ、ウージー、これブラジル式の飲み方で。じゃあ、自己紹介してください。いつも松井和幸がお世話になっております、長女の綾でございます。次女の園子と申します。孫の楓です。よろしくお願いします。今どの住んでる？私は吉祥寺に住んでいます。私はつつじが丘に住んでいます。あっちの方なんだよ。俺は千葉だよ、松戸だよ。松戸はいいとこですよ、空気もいいし、野菜がうまいし、こんな美味しい野菜がね、こっち、川越えて東京には行かないんだね。残念だけど、本当に美味しい野菜が。松戸はすごくいい、いい、気持ちいい、空気もいい。マスを褒めろって言うんだけど、なんかあれば。どんなお父さんでしたか？ですね、私はもうめちゃくちゃファザコンで、こう見えてですね、今はもう自由奔放に好き勝手生きていて、もう私とも疎遠な感じなんですけれども、本当に教育熱心な実は父で、塾を選ぶのも、私がこの塾合わないって言って家庭教師選んでくるのも全て父でした。つまんねえんだよ。いや、本当つまんない親父なんですけど、でも本当に小さい時から人を大事にする父だったので、それは受け継いで、私もそういう人とのご縁とかを大切にする人にはなったと思います。すごいこう見えて本当は娘が大好きで、私もすごい愛されて育った意識がすごくあって、で塾も家庭教師も選んでくれるし、進路の相談も母よりも父、私は父でした。多分次女の方は母よりだったのかもしれないんですけど、私は父でした。泣きそう？7万円もするようなウイスキーをどっかお酒屋さんのご友人から仕入れて、なんか何本しかないとか、これを娘が嫁に行ったら2本買って1本ずつ開けるんだって言って、私が嫁に行った後にそれはどうしたって言ったら、そんなのとっくり飲んだとか言って、そういう言い方。実は違うの、違うの、泣いて、ね、泣きながら飲んだ。こないだね、中国人の人に売っちゃったの。だって7万円のウイスキーが25万円だったんだもんな。そうそう、あの彼に売ったのよ。ひどい、転売。日本で45万だよ。じゃあ、まあ、飲んでなかったの。でもそのお金で、ブラジルから友達呼んだんだよ、2人。はい、そうなんですよ、実は、はい、有効に使ってますから。全然いい話じゃないよ。ね、結婚したらね、この旦那とかで一緒に飲もうと思ったんだけど、酒飲めねえんだよ、うん、そっちも飲めるのか。だけどあまり飲ませるのもったいなかったからさ。あれだよ、だって響きの30年のシリアルナンバー164567ぐらいでね、今は4万とか5万でしょ、シリアルナンバー。その頃の思ってたら、ありがとうございます。
え、でもちょっとお店を建てた時の話しちゃおうかな。サラリーマンの家の娘だったんですけど、私が小学校3年生ぐらいの時にラーメンやりたいんだってことで始めたんですけど、なんかこのように見えてすごい繊細な男で、眠れない日が続いて円形脱毛症とかになっていました。枕に毛がこう落ちてたりとか、誰かが抜いてたんだよ。違う、最初は23の月3日だけの定休日がだん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 怠けてきて、父親がこんなんでいいんだろうかと思って、でそのうち亀有から五甲に移る時にしばらくこう無職の期間とかがあって、いつでも家にいる父、そういう感じがあって、そういう時に学校で詩を書くことがあって、自分の親は何色かっていう色の詩を書く時があって、もう私の父は無職と書きましたけど、無職あ、無職になるんだよ、無職です。でもね、亀有のお店始める前は、ユザさんの作ってくれた麺を作る機械を家に置いて、何食も何食もいろんな麺を作って試食させていただいて、美味しかったです。毎日ラーメンだったね。毎日ラーメン食べています。よかったですね、30周年おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、まあ、好きに生きて好きに死んでってください。俺の店行くと分かるけど、100周年まであと70年って書いてあるんだから、まだ死なねえよ、お前らより長生きするんだ。私の葬式に来てください。オーバー、呼んでくれればどこでも行くよ。はい、皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ねえ、そういうわけでさ、まあ亀有編はこのくらいですよね。亀有はやっぱりがむしゃらに本当にやりました。月1回の休みとかね、やってた。最初の1年間は1回も休まなかった。2年目で月に1回、3年目ぐらいから月に3回、そんで4年目ぐらいからその月3回を2月分合わせると3日じゃないですか。3ヶ月分合わせると9日でしょ。9日休むんです。その後1ヶ月半働くので、また9日休むので、また1ヶ月半働く。それをね、2年ぐらい繰り返しました。なんでかしたら遊びに来たんですよ。それも海外、貧乏旅行だから、そんなにお金をかけないでバンバカバンバカ遊ぶ方法をこう覚えてきたんだ。その時に嘘みたいな話をした人がいて、タガさんいます？タガさんいないかな、まだ。タガさんっていう人がいて、日本の青年実業家20人の中に入ったことのある人なんですけど、その人が俺のところに来て、海外タダで行けるよって言うから、嘘でしょ、何そうですか。マイレージってのがあって、マイレージの話をしたんですよ。30年前でマイレージなんて知ってる人ってほとんどいなくて、そんでマイレージで、じゃあ香港行くからチケット取ってよって、本当に取って持ってきてくれたんですよ。これで行けるのって言ったら、行けますよって言ったら、本当なのって。それでまあ店休み取って行く段取りしてて、そんで当日ね、そのチケット本物かどうか分かんないんで電話したんですよ。こういうチケットがあるんだけど、何時まで行ったら乗れるんですかって。6時5分の飛行機だったんだけど、5分前に来てくれれば乗りますよって言うから、急いで青戸からね、電車に行って、6時5分ぐらい前に着いたんですけど、チェックインできて、そこからね、走りまくり、ずっとビューって、すべて走って、飛行機に乗りました。そしたら、俺よりも遅いやつがまだいたから、ほっとしたんですよ。それが一番最初の、その放浪の旅の始まり。あそこで、もう、くたびれてね、もう、店忙しいから、くたびれでしょ。もうどうでもいいやと思って行っちゃったんですよ。そしたら帰ってきたらどうなるのかなと思ったら、
逆にお客さんがみんな来てくれて、どうしたの、入院したの、具合悪いの、何してたのって散々言われてさ、で説明するんですよ。香港行ったらこういうとこあってさ、こうやってこうやってこうやってこんなとこも行っちゃってさ、変なとこばっかり行ってたんだよって。だからね、もうみんな目輝かしてね、人の話聞いてくれてて、ああよかったと思った。それから思ったのは、店はいや商売だからもう続けなきゃいけないんだけど、店にね、もう仕事は飽きないんだけど、店には飽きるね。飽きる店は仕事は飽きないんだけど、だって風景がいつも一緒だからさ、ちっちゃな店だったから、で、まあ、やめてもいいんだなっていう、やめたらまた一からやればいいんだなっていう、そこでこのリセットボタンのことを覚えた。なんだっけ、 CD プレイヤーやなんかこう回ってると数字が回ってんじゃないさ、あのボタンピシッと押すとゼロになるんじゃないさ、ゼロゼロにしちゃうのプチッと、そうするとね気持ちいいですよ。だってまた一からやればいいんだから、そんなことを考えながら、やめちゃったんです。カメラの店辞めるときに、どこでやるのって言うから、まだ決めてませんって、さっき言ってた無職の状態があって、でそこからあの店を探した、どこでやろうかな。それで5個、マブチモーターの会長がその頃いて、マブチモーターの会長からもこっちの方でやればって言われて、でもマブチモーターは松飛台にあるんですけど、松飛台の駅に行ったらここは10年商売なんでなって思って、で後ほど回って、久留山の駅行って、久留山の駅から新京成に帰ってきた。その時に新京成がガタゴトガタゴト、こんな風に今時の電車でこんな電車あんのってぐらい揺れて振動があって、そんで常盤平から稲柱に来る時にちょうど夕暮れ時で、こう21世紀の森があって、そこに落ちる太陽が真っ赤っかオレンジ色と、そういうのを 見てもうここでやりたいと、それで5校に決まってきたようなものです。そんで西日を見ながらね飲むのが好きだから、かっこいいでしょ。ジャマイカ行った時に、ジャマイカの一番西の端にネグリルって町があって、そこ行ってカリブ海なんですけど、カリブ海ってもう波がないんですよね。で防波堤がもう30センチぐらいしかなくて、その防波堤に座りながらオン・ザ・ロックを飲みながらね夕日見てるんですよ。そうするとね涙が勝手に出てきちゃう、泣き虫だから。それそういうこともあって、その旅行が好きで、誰もいないようなところに行って時間を過ごすのが好きでした。まあ、こんなところで亀有編は終わりなんですけど、はい、五校の予告編ってのは好きですか。五校、今度五校編だから、五校ね、次は五時から五校編になります。そうです、若友が来てから若友のパフォーマンスね。でもやっぱこの亀有のね、濃い人脈がありましたけども、やっぱすごい、やっぱり娘さんに感動しました。やっぱりお父さん何色っつって無職っていうのはね最高ですよね。使えます。いい育て方をしてますよね。とっても素敵な子育てがお手本ですね。もう笑い変えてください。また泣いちゃうかもしれない、ね、じゃあ松井さん、亀有編は言い残したことないですか。あと五校の予告編もやらなくていいですか。予告編、じゃあ次の5時からの予告編どうぞ。というわけで、亀有はね、がむしゃらにやったっていう、そういうの、その経験が生きて、松戸高校に来て、私の人生は花開いたと思う。いろんな意味で。ラーメンの、そう、ラーメンは、明星食品からカップラーメン出したりとか、ラーメンしてるとか、ラーメンイベントを毎年やったりとか、そういうのもありました。それから、サンバチームも生まれました。ね。そういう話が濃いんですからね、そこからちょっとまだ海外で見てるんで、はい、そんなところですよね。じゃあさらにもう亀有編から五校編はもう内容がめちゃ濃いと、濃い、すごく濃い、すごく濃い、すごく
ちょっと、ね、5分ぐらい早くやった方がいいかもしれない。内容が多いから。わかりました。じゃあちょっと早く。はい、それでは亀屋で松井さんでした。じゃあ9位。